まだベイスターズは連勝というのが1回しかありません。まあ小原監督も連勝が1回じゃという試合前の話をしてあったんですけれども、なんとか今日ものにしてマツダスタジアムに乗り込んでさらに連勝を伸ばしたいベイスターズです。村中は6イニング目、どん詰まりですがライトの右、さあガイエルの守備、しかしここは難なくボールをセカンドに送ります。どうですか今村田のバッティング。いや、こういうヒットが出始めるとね、復調してくる可能性は高いですよね。コース厳しいコースでした。村田今日は初安打で3打数の1安打を白い歯をしたマウスピースをしてるんですけれども、笑顔も見えています。バッターはスレッジ、この人の同点打、それ以降も打線がつながりました。さあベイスターズは中押し点、この辺りで一発が見たいという玉のベイスターズファン。大振りをするとなかなかこのピッチャーは捉えられません。清原さん、はい、1点目同点のタイムリーを打ったこのスレッジ選手なんですが、はい、打ったのはスライダー、村田選手が走者を進めてくれたので自分は無理をせず内野の頭を越すつもりで打席に入りました、イメージ通りのバッティングができましたということでした。村田の進塁打、そしてこのスレッジのタイムリー、打線がつながっています。そしてピッチャーが頑張るという理想的な展開でここまでは来ています。完全なボール球、あそこスレッジ好きなんですね結構ね、はい、手を出しますよ、だからパリーグのピッチャーみんなあそこ攻めていくんですよね、でインコースを意識させておいて外へ行くっていうね流れだったと思います。抜けているんですけれども、ツーストライクツーボール、トローに構えています。三振、ここは淡白な打席になりました。スレッジ、やはりこの先ほど得点圏打率という話があったんですが、ニュースキーにランナーを置いている時と全然違いますね。村田、走らせるわけにはいかないですからね、はい、バッターはカスティーヨ、この人はちょっと今日は全く村中のピッチングに合いません。ファールはあるんですが前に打球が飛びません。バット落ちちゃったんですかねさっきね、ベネズエラ出身です。メジャーリーグで活躍したこともあるこのカスティーヨ、エジリはまだ行くようです。村田のスタートがちょっと遅れました。おっとランナーが当たらない、当たった村田が帰ってくる、4点目が入りました。カスティーヨも3塁へ、これはラッキーな1点、これはラッキーな1点が入りました。4対1、ヒットとエラー、ライトからの返球、これがカスティーヨのセカンドオーバーランディングでした。カスティーヨに当たりました。もう一度これは完全に頭を越していきました。
そしてこのダイエルからの返球、中継に渡る、中継の前ですね、そこで、どうでしょう、今の一連の守り、はい、そうですね、だから返球がちょうど、ファースト側にそれたところにね、カスティーヨがスライディングしたところで跳ねたんですけど、これはラッキーでしたね。はい、ダイエルの投げる方向としてはあれでいいんですか。いや、当然ベースに投げてるんでね、はい、送球ミスはミスですけど、あれも2塁に、まあ、ランナーをね、リクランナーを刺そうという意図で投げたと思うんですけれども ね当然そうでしょう。中継に渡らず、中継と言いましょうかね、ベースに行かずにエラーになりました。ライトのエラーです。やっぱりね、ボールって少し曲がるじゃないですか、はい、まん丸じゃなくなる時もあるんで ね、 なるほどね、ボールがムーブする時あるんですよ。さあ、バッターは吉村、内野は前進守備、なおもワンアウトランナー三塁です。バッターは吉村、ワンアウトランナー三塁にカスティーヨ。カスティーヨはここまで全く合ってなかったんですが、はい、3打席目に合わせてくるあたりはさすがです。そして吉村が続けるか。さあ、この吉村ですけれどもね、このところ今年は先発を外されるという、はい、まあ、当然結果が出ないからね、まあ、そういう状態になってしまいます。まあ、去年のシーズン中から打撃改造に取り組んできている吉村ですが、なかなかその成果が出ません。まあ、一時ね、こう先週の中盤あたりには固め打ちをしたんですが、その後また当たりが止まりました。外野へ持っていけるか。さあ、カスティーヨ、足早いから来るでしょう。ライトはダイエルだ。ダイエルの遠投、足が速い、5点目。吉村ライトへ犠牲フライ、5対1になりました。待望の追加点、この回2点が入りました。5対1。いやー、川口さん、今日は本当に打線がよくつながります。そうですね、こういうつながりは本当に追加点がなかなか取れなかったベイスターズにはいい流れを作ってますよね。はい、これ風も助けてくれたところあるんで ね、 ですね、浅めのライトフライだと思いますが、定位置近くまでね、はい、打ってくれました。さあ、バッターは逆転打を放った竹山です。村中、6回5失点。バッターは竹山。いつも3割に乗せました竹山です。清原さん、はい、先ほど勝ち越しのタイムリースリーベースを打った竹山選手なんですが、打ったのはストレート、後ろはピッチャーだったので自分がランナーを返すつもりで積極的に打ちました。タイムを返せたのは嬉しいですと話していました。自身初のスリーベースヒットでもありました竹山。このままでいきますと今日のお立ち台候補ではあります竹山。今日このまま勝ちますと、もちろんお立ち台候補と言わず、もう確定と言っていいでしょうね。そうでしょう。山です。まあ、リードも一生懸命やってますしね。まあ、ルーキーの加賀も含めてこのバッテリーということになるでしょう。はい、5対1。少ないチャンスをしっかりものに今日はできてますよね、ここまでは。ね、そういうことですね。村上について言えば、やや単調になっている感じはあるんでしょうかね。竹山はセカンドゴロ。6回終了です。5対1、ベイスターズがリードを広げました。